それでは秋元市長どうぞよろしくお願いをいたします、えー。皆さんこんにちは。札幌市長の秋元でございます。えー、本日は大変お忙しい中あのお集まりをいただきましてありがとうございます。えー、皆様方にはですね、あの新型コロナウイルスの感染症の対策対応につきまして本当にあの長い期間にわたってさまざまなお願いをしてまいりました。 改めて皆様方のご協力に感謝を申し上げたいというふうに思いますとりわけ先ほどの札幌市の感染の状況のご説明がございましたけれども皆様方ご案内のとおり11月に入りまして札幌市内に大変 この多くの感染者の方の確認をされてまいりましたそういう意味ではこの急速な感染拡大というような状況の中で飲食店の皆様とりわけすすきの地区の接待を伴う飲食店あるいは飲食店の皆様に休業や営業時間の短縮このことをお願いをしてまいりました集中対策金が期間が延長延長と いう状況になって、ですね現在、来月の15日までの期間、対策をお願いをしているところでございます、これが非常に長期間にわたって、またそのことが、皆様方の経営というものに大変な影響を与えているということで、大変心苦しく思っておりますけれども、皆様方のご協力をいただいて、な、ま、ん、あ、とか緊急事態宣言を、 が発せられる、まあ、そういう状況ではなく、感染の拡大が収まりつつある、まあ、こんな状況になってきているところでございまして、改めて感謝を申し上げたいというふうに思います。しかしながら、何かこう感染が拡大をしていくと、飲食店へのいろいろなお願い、そしてとりわけすすきの地区にお願いをしていくと、このことをずっと続けていく。 ます、えー、まさにあのまあ札幌も全国に先駆けて感染が拡大をする、まあ、岸田先生のお話だとも,もう先端を行っているとあまりこうありがたくない話ではありますがそういった状況の中で、えー、すすきの地区のイメージをもう一度取り戻していくそして安心して市民や 道内外から来られた方に楽しんでいただけるまあそういう地区にしていくためにえ今日あの皆様方と一緒に取り組むプロジェクトについてご提案をさせていただきたいとこのように思っているところでございますまず皆さん方からしますとですねなぜこのススキノの対策なのかということに対して、まあ、一番あの まあ疑問を持たれる方多いいいのではないかという,ふうに思っておりますえ、まあ、これまでの感染をされた方々からの行動調査、まあ、疫学調査と申しますけれども、こういった状況の中から分かってきたこと、まあ、そういった事柄が、ね、政府の専門家の会議の中でもです、ね、指摘をされております。 昨年、緊急事態宣言が春昨年の春解除をされた後にですね夏に東京、首都圏、あるいはその関西で感染が拡大をいたしました、まあ、北海道、札幌はその時は収まっていたわけでありますけれども、その状況で首都圏から地方へ、こういった状況の感染が広がったわけでありますが、その分析の一つとしてですね、 大都市の繁華街、まあ、こういったところから地方に、あるいはお店に行かれた方、あるいは働いている方々から家庭、あるいはその友人などを通じて職場に、まあ、そこからですね最後は病院だとか高齢者施設、こういったところの感染に広がっていくということが、 指摘をされてございますまあそういった状況の中でですね、えー、不特定多数の方が集まるこの大都市の繁華街対策ということが非常にこの感染対策の中で重要な肝になるという状況でございますこれはあの札幌のですね感染者数の推移 10月以降ののの陽性者の状況のグラフでございます接待を伴う飲食店での陽性者が急増したタイミングというのが、昨年の10月から11月であります、そこから少し遅れて、11月から12月にかけてタイミング、まあ、そういったタイミングの中でですね、 陽性者の数が増えてきたと、まあ、こういった傾向が見られました。えー、まつまり、あの市中に感染が広がっていく、まあ、そこから、ま若い方、症状のない方、あるいはその軽い方、こういった方を通じてですね、市中に広がっていくということが指摘をされているわけであります。えー、まそういったことからですね、えー、とりわけこの 市民のみならず、道外からも、まあ、観光で来られている方も含めてえ、多く集まるこのすすきののエリア、そして、まあ、どうしても会食の場面、飲食の場面はマスクを外しての会話、まあ、こういったものがあるということで、えすすきの地区などでの対,話を対策を取ってきたということでございます。え飲食を伴う場面では大きな声になにりやすい あるいはその深夜に及ぶこういったところが高リスクであるということでありますお店でですね非常にあの感染対策いろいろ取られていてもすべての利用される方、まあ、この方々をコントロールするということは非常に難しいわけでありまして感染のリスク、まあ、これをゼロにできれば一番いいのではありますけれどもゼロにするということはなかなか困難であります。まあ、そうすると 感染者が出たという状況の中で,です、ねえー、対策を取っていくということ、まあ、こういう感染者が出るという前提を持ちながら、対策を取っていくということが重要だろうというふうに考えております、まあ、よくあの感染者が出るとです、ね、その店が悪いみたいなですね、誹謗中傷というのもございます。 決して感染者の出た、まあ、そういったお店が悪いと決めつけるのではなくて、ですね普段から備えをしておいて、まあ、そして感染者が仮に出た場合には、どういう対策を取ればいいのかということを事前に対応を取っていくということが重要であろうかというふうに思います。そのことが まあススキの全体の信頼を高めていくということと、それから営業再開というようなことなどについてもです、ね、スピードを上げて対応していくと、まあ、こういったことにもつながっていくわけであります、まあ、そういう意味では、感染拡大の防止と、まあ、まさに経済活動の両立ということを目指していく、そのためのプロジェクトとして、ご提案をさせていただきたいというふうに思っております。 こ,こ,このプロジェクト大きく四つございますまずは正しい知識の共有ということでございます、えー、まあ手引書を作成をしてどのような対策を取っていけばいいのかこのことを共有していきたいと思いますそして無症状の方からもですね感染をしていくというまあ大変厄介なウイルスでありますのでこの早期に 把握をして感染を拡大させていかないと、まあ、このために予防的な対応として、定期的な PCR 検査、まあ、このことを皆さんにお勧めをしたいというふうに思います、それからいろいろな対策を取っているのに、一歯から揚げで飲食店が悪い、あるいはすすきの地区が怖いと、まあ、こういう印象ということは、非常に困るという声、大変多くございます。まあ、そういうい意味では 正しい対策を取っているお店、まあ、こういった場所については、ですね、しっかりと情報発信をしていく、まあ、このことも重要であろうというふうに思います。そういう意味では、手引き書、あるいはこの検査、こういったことに対応を取られているお店の情報発信をしていきたいというふうに思います。そししてて、つ目として接待を伴う飲食店の支援、消毒費用、あるいは、 あ早期の、まあ、営業の回復というようなことに含めて、保健所などとのです、ね、連絡、こういったことなどについてもしっかりとご支援をしていきたいと、このように思っております。えー、詳細につきましては、また後ほど担当の部長の方からお話をさせていただきますが、えー、まずはこの手引き書の作成ということでございます。えーまあ、ここでは接待をするる際にに必要となる感染予防策のの紹介のほかに 予防的な段階としての PCR 検査の拡充、あるいは万が一感染者が出たときの対応、まあ、こういったものなどを解説をしていくわけであります。そして、こういった取り扱いをされているお店については、しっかりと情報発信をしていくということが第1点であります。まあ、2点目につきままましては、まあ、定期的な検検査査の実施とというここでであります、まあ、これまでも月1回、えーあの検査 ししておりましたこれはの希望される方されてしておりましたけれども、まあ、これを頻度を高めてです、ね、週1回ということ、そして人数につきましても、今までだと、まあ、5人ですとか6人。 まとまってということでお願いをしてきましたけれども、まあ、1人以上から受けられる、まあ、こういった体制を取っていきたいというふうに思います。このことは、ですねあの今、民間の検査機関が非常に増えてきているということもありまして、検査数がある程度こう確保できると、こういう状況になってまいりましたので、頻度を上げていきたいと、まあ、このことを提案をしていきたいと思います。それから3つ目 につきましては、あいては、まあ、陽性者が仮に発生をしたときのポイント、まあ、このことを皆さんと情報共有をしていきたいというふうに思います、えーまあ、従業員、あるいはお客様のリスト、まあ、こういったものを作っていただいて、万が一、陽性者が発生をし確認をされた場合には、すぐ連絡が取れる、まあ、こういった状況を作っていただく、まあ、このことに、えー 皆様とのご協力をいいいいたただきういいうふうに思っていますそしてそのためのさまざまな支援ということについてこのことも盛り込んでまいりたいとこのように思っております参加しようプロジェクトやってみよう PCR 検査ということでこれからの 感染対策として皆さんと一緒に取り組んでいきたいというふうに思いますぜひあの積極的にこのプロジェクトの参加ということを呼びかけさせていただきたいとこのように思っております、まあ、最後になりますけれども、まあ、これはラグビーのスクラムの写真でありますまさにこの未曾有の危機これを 皆さんとと一緒にに乗り越えていいいきたいという,ふうに思います先ほど、岸田先生のお話の中でもありました、これからまだしばらく、この感染の、ウイルスの感染というものが、少し波をもって進んでいくという状況の,下の中で、まあ、いかにこの経済活動を両立させながらやっていくのかということが重要だというふうに思っております。 皆さんと一緒に同じ方向を向いて、なんとかこのすすきののにぎわいを取り戻していく、国内でですね、観光協会として、繁華街に観光協会がいるのは、おそらく札幌だけだというふうに思います。まあ、そういう意味では、市民の皆さんが楽しむ場所ということだけではなくて、観光資源としても、このすすきのを大事にしていかなければいけないわけであります。まあ、ぜひ、 皆さんと一緒にこの取り組みを進めて、感染の拡大を抑えながら、すすきののにぎわいを取り戻していきたい、このように思っているところであります。まあ、ぜひ皆さんの,あの多くのお店のお参加をお願いを申し上げたいというふうに思います。